今日どうもありがとうございます。今日もお疲れ様でございます。はい。どうも。はい。午後から県庁を訪れた小池都知事。馳知事から地震の発生以降、延べ1700人以上に及ぶ東京都からの職員の派遣に対して感謝が伝えられました。また小池都知事は、県が進める災害廃棄物の処理について、東京都として支援する考えを示しました。災害廃棄物の問題ですけれども、要請がございましたら、東京都としてそれをお受けをするという旨、知事の方にお伝えをしたところでございます。廃棄物の処理ですね、ここから進めていかなければ何事も始まらないわけです。そういった意味で、廃棄物の処理のお手伝いというのも大きな意味をなすのではないかなというふうに思っております。